多いよね。でも全然、向こうもあれもええで、ちょっと実物大ではないですね。もっと大きい。ちょっと大きい。並行して向こうの風景が向かい。これで完成？いや、まだ。まだ？天皇様がすっくと立ってらっしゃるね。うん。それで皇后様が、なんていうか、本当に立派な顔お顔ですね。素晴らしい。そうなんですかね。はい、あ。なんかご一緒にいるような気がするな。背丈も同じぐらいだね。かつて野田さんの絵に惚れ込み、小説の挿絵を依頼した加賀さん。期待に応えようと、野田さんは小説の内容に合わせて自ら写真を撮り、それを克明に鉛筆で絵にしていきました。挿絵とは思えない徹底した細密描写は大きな反響を呼び、野田浩の名が世間に知られるきっかけとなりました。すごいね。その絵には写実を超えたものがあると加賀さんは言います。普通この写真だとちょっと天皇様皇后様とね、恐れ多いという気持ちがすることが多いんですが、絵画の場合は親しみを持って見ることができる、そういうのでびっくりしました。うん、つまりこちら